こちゃん、庄島よし、濱家です。やっとね、夢が叶いました。今日はですね、こちら小豆島国際ホテルに来ました。でこちらを通って左に進んでいきます。で売店があって、で売店を突き進んで左に曲がります。はい、でこちらを進んでいくと見えてきました。こちら居酒屋浜湯です。というわけで期間限定ではあるんですが、僕のもう一個の夢だったですね、居酒屋浜湯3ヶ月間期間限定オープンということで嬉しいです。で名前貸しとかいうわけではなく、考えただけでもざっとね、ほんとこれぐらいのことをですね、もう自分たちで考えて、この店内装飾とか仕入れ仕込み何から何まで本当に自分たちでやって、ようやくスタートを切ったわけでございます。じゃあちょっと店内を見ていきましょう。で元々レストランだったところを使ってるので、まあ机とかは椅子とかはちょっと洋風な感じなんですけど、全体的にこう家にあった僕のと親父の大漁旗を貼り付けて、なんとか漁師居酒屋っぽくはなっております。でフロントの一番前のあれもすごいでかいあれですね、大漁旗があって、で気になるメニューなんですけど、食べるものが、こんな感じで、アルコールの方がこんな感じでございます。でこれにプラス本日のおすすめっていうので、まあ僕とか親父が取ってきた魚を仕込んどいて、それをね小豆島さんの例えばヒラメの刺し盛りみたいな感じで出していきたいなと思っております。で今日僕は仕込みはするんですけれども、夕方になったら松岡さんと一緒にここで食べたいと思いますので、皆さんチャンネルはそのままでレッツゴー。はい、というわけで松岡さんを迎えに行ってきました。じゃあ松岡さん、早速、はい、居酒屋の方に行きましょうか。行きましょう。もうあと9分で開店です。急ぎましょう。はい、僕もさっきまで仕込みしてました。で松岡さん、一回来てくれましたよね。はい、行きました。どうでした？美味しかったですよ。皆さん、漁師のお墨付きです。やっぱ森は食べてもらわないからね。ああ、森はもう絶対自信作やから。ね、はい、じゃあ松岡さん、6時になったんで入りましょうか。はいはい、行きましょう。こんにちは。お客様は何名様でしょうか。2人です。2名様でこちらご案内いたします。はい、すいません、こちらの席でお願いいたします。はい、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどうぞ松岡さん、お座りください。はい、ありがとうございます。ここめっちゃ緑になりますね。なんかめちゃくちゃ緑よ、ここ個室飲酒、雰囲気すごい落ち着いてて。で松岡さん、こんな感じで本日のおすすめがあるんですよ。で今日は僕の親父のマナガツオの刺身と、いいっすね、天然マダイ、はいはい、それからサーラの漬け茶漬けと漬け丼、これが本日のおすすめです。はいはい、白子ポン酢はちょっとミスしちゃいました。はい、でその他のメニューがこんな感じです。でアルコールもこんな感じ、いつもお世話になっている鹿児島ハイボールさんもあります。お先にお飲み物をお買いいたします。じゃあ生でいいですか。はい、生2つで、はい、生2つで、はい、ご注文をご確認させていただきます。はい、いや楽しみですね、これ浜湯。楽しみですね。なんて言ったっけ、今の時期マナガツオですよ。そう、今の時期マナガツオ、ね、島でしか食えんぐらいのもんですから、ぜひ食べてもらいたい。まあ、なるべく毎日こういうのは出していきたいなって感じで、はいはいはい、渡り鳥がおったらな。ありがとうございました。こちらお通しです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。タイの南蛮漬けですね。はい、こちら生です。おたくまん、ありがとう。やだな。接客へ行って、あの松岡さんが褒めてた。接客はすごいって。あ、ありがとうございます。トーク力がある、トーク力。こっちで本業にしようか。じゃあ食べますか。行きましょう。で突き出しが南蛮漬けで、こちらなんとですね、恵比寿の生ビールを使用してます。僕のいつものゴールデンタイムです。じゃあ松岡さん、お疲れ様です。はい、ゴールデンタイム、お疲れ様です。うまっ。いただきます。はい、うん、美味しいですか。うん、でいただきます。うん、うん、さっぱりして美味しい。酸っぱくもないし、うんうん、ちょうどいいよ。すみません、失礼いたします。はい、こちらが西貝。西貝、はい。そしてこちらが、浜湯の森、僕の森です。はい、それじゃあ浜湯サーラの森と、西貝刺しですね、ボイル刺しです。酢味噌もついてます。もう早くもメインで、はい、いただきます。美味しい。いつもの味ですか。めちゃくちゃうまいね。
はい、じゃあこの西貝刺し酢味噌、僕もわさび醤油のがおすすめです。でこれはね、肝と一緒につけるとうまいですよ。うん、やっぱわさび醤油のが美味しい。うんうんうん、でもめちゃくちゃうまい、西貝。めっちゃうまいよな。うん、サバより全然美味しい。まあまあ、うん、甘みがあるな。うん、失礼します。ポテトサラダです。はい、あ、太田くんのポテトサラダ来ました。あ、いいね。こちらカメラマン太田くんが仕込んだ、今日仕込んでたポテトサラダ。この間もね、うん、食べてめちゃ美味しかった。この間も食べて美味しかった。子供もね、うん、あ、食べました。うん、いただきます。うん、うん、おいやめて頼んで作ってほしいぐらい。おお、レシピ作っとって、この間別の人がしたら、うん、ちょっと違う味やったらしくて、うんうん、やっぱレシピがあってもちょっと違う時ある、うんうん、それが気に食わんかったみたいか、今日は一生懸命マッシャーで、あのこうそろそろ加減があるじゃん、うんうん、太田パワーが、太田パワーが普通に居酒屋として成立しとるでな。うん、俺も客側の立場になって今日初めて行ったから自信なかったんやけど、うん、全然いい。だって両メニューがあるやん、サラダって、うん、まあ今日はおすすめでカツオが、うんうん、主力パワーが2つもある。うんうん、うん、そうなんだ。だってカツオの仕事かやっていう俺あんま知らんもん。うなぎさんぐらいしか。マナガツオなんかめもうそんな居酒屋さんやこれ、うん、超高級やし、うん、西とかでもそんないつもあるもんじゃないし、うんうん。はい、じゃあ白子の天ぷら来ました。サーラの白子店です。提供スピードも早くない？早い。2人やけどまだ。いやでもめっちゃ早いで。やっぱ早い。待ち時間がないもん。仕込みをめっちゃしっかりしてるから。じゃあ白子天ぷらどうぞ。松岡さん、僕お塩で。あ、松岡さんお塩派なんですね。はい。うまい。揚げ時間も結構やっぱバイトの人が研究してくれて、うん、で最初なんかもう生っぽくなるか粉っぽくなるかやったけど、うんうん、完璧。めっちゃうまいよ。俺一人じゃやっぱ無理やったから、うんうん、いろんな人が協力してくれたおかげでなんとかっていう感じで、いい人ぶってね、いつもの。うまい。何も感謝しとるで。すいません、失礼いたします。はい、こちらマナガツオとマダイのお刺身でございます。はい、ありがとうございます。ついに来ました松岡さん。はい、こちらマナガツオとマダイのお刺身です。ありがとうございます。近いやろ。近い。山沢です。はい、じゃあわさび入れてこの菊をプチプチと。じゃあまずマナガツオから。うわ、綺麗な身。食べちゃいますよ。はい、マナガツオ。いただきください。うまい、うまい。2杯目レモンサワーです。濃いめ、これめちゃくちゃうまいです。じゃあタイモン。タイモン、はい、はい、回す回す。うん、あ、プリプリですね。めちゃくちゃしっかりしたな。うん、食感がいい。いい。うん、でもあれやタイも甘みがあるね。甘い、確かに。うん、まああのやっぱ春のと違ってもう、うん、夏なんで、うまくなってる。うん、であとは浜油サラダです。チョレギサラダですね。この上の海苔は僕の海苔を使用してます。いただきましょう。はい、あとはサラダ食べました、この間。この間ね、太田君のは食べたんやけど、ちょっと辛い。ドレッシングの量、要検討ですね。自分の店だろうが、辛いもんは辛い。かけすぎかな。あ、すいません、めっちゃ辛い、うん、めっちゃ辛い。サラダ、今日はちょっと辛い。ドレッシングサービス。ドレッシングサービスしすぎてくれたかもしれない。じゃあ、あともゆっくり食べましょう。はい、はい、うん。いや、プライベートで来て。居酒屋で俺もともと働きたかったよね。自分の店を持つもそうやけど、なんか仕事をしたかった。そう、居酒屋の仕事を、ウェイつかの、よしゃせ、はいよーみたいな。おーおー、あの伊勢のいい、うん、そんな感じ。なんかもう一品入れてもよさがいな。おー、なんかちょっとなんか食感が物足りんとこはある気もするでもない。お待たせしました、ご提供遅くなりました。下浜とタコボツです。やっぱみんなが仕事したら気使うね。日本人の悪いとこやと。下浜どう盛り付け。いや、いいんじゃない。タコボツ、尻尾が多い、ゴリゴリしてる。豚場所があるから、うん、あ、身の方食えばうまい。
あっさり美味しいよね。うん、梅肉と。うま、安定感があるわ。安定感。タコはね。タコは安定で美味しい。安定。うん、じゃあ、こぼしも入っていただきます。酔いました。お客だった。お客やね。漬け茶漬け。うん。わかりました。はい、漬け茶漬けです。いただきます。はい。しっかり湯につけていただいた方がいいかもですね。これで。柚子も入ってます。はい。いただきます。はい。美味しい。ゆずいい。あ、ゆずいい。うん、めっちゃうまい。締めはお茶漬けで。はい。はい。はい、じゃあ松岡さん、はい、ありがとうございました。いえいえ、どうでしたか。いや、美味しかったですよ。瀬戸内二大巨頭、サワラとカツオとマナガツオと、はい、いただきましたんで、めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。とりあえず僕はこのまま動画としては、はい、終わるにはちょっと多分視聴者さんも物足りないと思うんで、はい、飲み動画を引き続き撮っていけたらと思いますので。わかりました。じゃあ松岡さん、今日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ごちそうしよう。はい、じゃあ帰ってきました。撮影の続きを僕今回しないといけないので帰ってきたんですけれども、やっていきたいと思いますので、じゃあ飲んでいきましょう。で、今回本当にいろんな学びがあってですね、やっぱりこう自分一人でできるって限界があるので、それをやっぱ人に任して、今もそうですよ、人に任して運用するっていう、それがすげえね勉強になったな、人を信じて任すっていうのが。というわけで、ジンソーダです。いただきます。あんまりね、こういう自己啓発系みたいな話は僕のチャンネルには合わないかもしれないけれども、僕は良かったなと思います。いやー、とりあえずここ1ヶ月ぐらい、1ヶ月以上かな、休んでなかったんで、ちょっと晩だけでも今だけでも皆さん働いてる中申し訳ないけど、やらせていただきます。乾杯。で、本当にね、小さい頃からの夢が漁師と、2番目が料理人だったんですよ。で、まあそれが大人になって、いつかなんか自分で居酒屋やりたいなと思ってて、で、その夢が叶って、まあ、叶ってっていうか、まあ期間限定なんで半がないなんですけど、きっかけが、まあ国際ホテルの社長さんに居酒屋やりませんかって言われて、言われた当日に挑戦してみますみたいな感じでかかって、で、6月15日ぐらいにお話があったんですよ。開店が7月23日だったんですよね。もともとは15日だったんですけど無理だって。で、1ヶ月ちょいぐらいしかなくて、僕もその日にツイッターで募集かけて、こう一緒に働きませんかって人、ありがたいことに多くの方に来ていただいて、で、一番遠い人なんか新潟からね来てもらってて、ちょっと話それるんですけど、その人が僕とは写真撮ってないのに、松岡さんが来たらすぐ写真撮っててね、ちょっとジェラシーを感じましたけど、まあそれは仕方がないということでね。で、それから本当にいろいろあって、僕も居酒屋なんかやったことないから何からしたらいいんだろうと思って、まず人から集めて、で、次メニューを考えないといけないということで、メニューを考えて、で、メニューを考えるんだけども、他にも考えることが山ほどあるから、とりあえずやることリストを作って、大田君に任せられることは大田君に任してですね、で、そこからメニュー全部一通り作って、その中で写真撮って、グラム測って、レシピガイド作って、原価計算して、メニューの金額決めて、必要なものと必要な材料、食材、これ全部書き出して、で、それぞれ仕入れ先リストを作ったりとか、食器も仕入れて、で、大田くんにその間に備品買いに行ってもらったりとかして、でもそこまでね、がっつりね、考えに考えて、頭をフル回転させて準備させても、いざ居酒屋開店すると足りないものやイレギュラーがわんさかわんさか出てくるんですよね。で、その中で、なんだろう、イレギュラーが出てきたら、そこで悲観したりね、そのミスした人怒るんじゃなくて、もうそっからなんで、そっからどうすればいいか考えて、改善して、改善して、改善して、
で今今日開店が4日目なんですけど、もう皆さんバイトの人も太田くんも、もう一人ねあのホテルの出してくれた社員さんもいて、もうみんなが本当に自分で考えて動いてくれるんで、すっごい良くなってます、動きとかも。それに本当感謝してて、何でも自分でやろうとしたらダメなんだなって今回本当学んで、人に任せる大切さとか、あとね自分がやっぱこう動きまくっても良くないなって思ったんですよね。自分が動いたらやっぱ周りの人ってこう逆に気使って動かなかったりとかするんですよ。だから僕もちょっと自分の動きを制限しようと思って、まあ最初はこう動いたんですけど、今はこうちょっと動かないようにして人にこうこここうした方がいいよって教えるみたいな感じで、いやーめっちゃね本当いい経験になったなって思います。まあまだスタートしたばっかなんですけどね。個人的にはあの開店してからより全然あの開店前の準備の方が大変だったんで、まあ良かった本当に。で実際やっぱ自分がうまいと思ったもんを商品に出していったんで、うまいんですよね。当たり前ですよね。自分がうまいと思ったもんが商品で出てるんだから、それは当たり前だっつって。酒が進んでない、ごめんなさい。だ今回本当あの居酒屋がしたかったっていうのと、金儲けとかじゃなくて、まあ当然あの経営するものとしてはあの利益は取らないといけないと思うんですけど、そうじゃなくて経験としてできたのが良かったなって思います、本当。でまあ今後の将来の展望としては、まあ僕は沖も行きつつ漁もしつつ、そうだな、なんかサラのたたき専門店の立ち飲み屋とかがねあったらええなって思うんですよ。じゃあ自分が行きたい店作りたいなって思うんで、それなんか高松にあったら僕自分でも行きますし、そういう店作りたいなって思うんですよ。でもね結構言われるんですけど、僕が出てないんですかって言われるんですけど、僕がそこに立っちゃうと結局僕その1店舗にかかりきりになっちゃうんで、それは絶対ダメだなと思って、だから今回マジであの人に任せる経営ができるっていうのがすげえ良かったなって。それでやっぱなんだろう、もし店するんだったらそうしないと、自分がいるから回る店って結局店の価値じゃなくて僕の価値とかになってしまうんで、それは良くないと思うし、そうじゃなくて本当その店の商品とかを知ってもらって、それで楽しんでもらえる店作りを僕はしたいなと思うんで、だから別に僕は立たなくてもいい店を作りたいなと思います。立つのが嫌とかじゃないですよ。実際現場で働くのめっちゃ楽しいです。居酒屋で働きたかったんですよ僕。いや現場はほんま好きなんですけど、好きだけども立っちゃダメなんですよね僕は。あんまり僕はやっぱ支持する側にいないとダメなんですよ。もし経営としてやっていくなら、そこはジレンマだな。やりたいんだけどな、やっちゃダメなんだよね。でまあその中であのこうなんていうのかな、お店作っていって人に任せられるようになったら本当の自分の店を作りたいな。酒飲みながらボケーっと適当に回転する居酒屋みたいな、告知も何もせず知ってる人だけが知っている居酒屋みたいな、それができたら理想ですね本当に。まあ当然その中でも寮行ったりとかして、自分の寮の魚とかを使ったりとかやっていって、それは自分の店で、で叩き専門店とかだったら叩きの立ち飲みとか、あのサーラの森ってマジで酒に合うんで、ビール一杯とサーラの森セットで1000円とかだったら、僕絶対まあ2軒目とかにちょっとフラーっと行こうかなって思うんですよ。あったらいいな、あったらいいなじゃなくて、 あったらいいなと思うから作ろうって思うんですよね。いや酔ってるな、あーマジでよかった。じゃあ2本目じゃあ次どれでしょうか。とりあえずテイスト変えてこちら梅酒。本当にこの1ヶ月忙しかったんですよね。実動以外にやっぱ頭をずっと使ってたんで、ゆっくり寝れなかったんですよ。ようやく開店してから一眠り寝たなっていう感じがありましたね。まあなんかツイッターにね、名義貸しですねみたいな煽りみたいなしてくる人いるんですよ。名義貸しって結局あの普通に名前だけ貸してメニューのレシピ提案してあとは任せるみたいな感じなんですけど、逆にそれだったらどれだけ良かったかっていうぐらいで、そっちの方が楽いっすよね。まあでもほんまにいろいろやれて今回楽しかったんで良かったなと思います。まあまだスタートなんですけどね、何回も言いますけど、とりあえず堅苦しい話ばっかりもあれなんで、とりあえず一旦このとりあえず2回目ですけど、この話は置いといて飲みましょうか。ウェイカバイウェイパッパッペイ、弁当食いましょうか。とりあえずホイコーロー牛丼、こっちじゃないな、今こっちじゃないな、先にこのガーリックチキンタンメン食いますね。はい、じゃあ3分待ちます。ウィー弁当できました。じゃあ箸を取って、でこちらガーリックバターチキン弁当ですね。よいしょ、いただきます。
うん、美味しい。やっぱね、正直で売ってるんであれなんですけど、今日白子ポン酢作る予定だったんですけど、白子ポン酢のその下準備の段階で白子ポン酢がなんかうまくできなかったんで入れてたんですけど、なしにしたんですよ。あと現状としては音楽がなくて、音楽ってやっぱ著作権があるんで、その音楽がないんで、それをちょっとあのやらんとなって思いましたね。店の雰囲気が音楽ないんで静かなんですよね。なんかラジカセとかじゃやっぱダメなので、著作権的にそれをちょっと改善、要改善ですね。でいつも絶対やめつけたいとこなんですけど、油がすごすぎて、ちょっとこれはごめんなさい。じゃあ次、なんて読むんだろうこれ。クリアストロングコーラーですね。じゃあ乾杯。次、レモン。まあでもほんまに早く起きてな、起きてねえな最近。まあ魚マジ少ないんですよね最近、というかもう渡りがにもおらんし、ほんませっかく居酒屋するんやったらね、僕朝行ってその居酒屋じゃないわ、渡り取って晩マナガツを取って、それ次の日とかね出したいな。美味しいってもらえ言ってもらえるのが好きなんで、いい店作ってで僕も利益としていただいて、従業員さんも学びがあって楽しみ、環境をやっぱ作りたいんで、でお客様もやっぱり喜んでいただけるって、こうみんながやっぱいいようなあれを作りたいなって。まあでもせっかくねみんなが頑張ってくれてるんで、今日はほんまに僕もちょっと久しぶりにゆっくりしたいなと思います。はい、じゃあ最後乾杯。でもやっぱチームとしてね、こうやってあの同じ T シャツを着るっていうのは気持ちがいいですね。で一人ね、あのまあ名前を伏せますけど、 Y さんっていう人がね新潟で来てるんですけど、その人がいつも乳首とねケツを触ってくるんですよ。あの人は変態ですよ。てか今回のねバイトの人たちってみんな何かしら目標を持って何か学ぼうと思って来てくれてる人ばっかなんで、めっちゃ意識が高くて、ああほんででもね、あのなんか乳首触ってくるし、まあええけど別に米食いたくなってきたんで、ホイコーロー。はい、男梅さはどういう意味やねん。ホイコーロー麺ができたんでこれ食べたいと思います。あちちちち、あでもうまそうやな。うん、こんな感じでピーッと、あ米チャーハンやんけ。これチャーハン違うでしょこれ。そら天津飯だったら、中身チャーハンだったらテンション上がりますよね。あの天津飯で白飯だったらなんか白飯かいってなるじゃないですか。ちょっと味のパンチが足りない。これは違うだろ、これは白飯で食いたかった。これ白飯だったら最高やの。あ混ぜたら美味しい。なんか混ぜたら白飯で泣くんだけど、ゆいゆい食いしちゃった。うん、何回かうまいんがセブンのムカつくところやなこれ。まあとりあえずなんでセブンばっかなのってなるかもしれないですけど、結局セブンしかしまないからね。はい、というわけで次行きましょうか。アイスクリーム、アイスクリーム。冷蔵庫で平泳ぎ。俺もう29円で何やってんだろ。いくらカメラがあるからと言って言ってね、29円で冷蔵庫に平泳ぎはまずいんじゃないか。うめえ。はい、じゃあ次ですね。おい、チチチチチモコタンメン中本誠さん、麻生太郎さんのものです。目を離した隙に携帯の電源が切れてまして、気がついたらですね、真っ暗になってました。それを世の中、みんなは、お先真っ暗って言います。はい、それはどうでも置いといて、こちらですね、湯切りしないといけないタイプ、この液入れちゃいけないタイプに入れてしまいました。はい。というわけで、とりあえず、適当に、この麺が数量だけ湯入れてやればいいんですよ。要はね。今から一緒に、これから一緒に、殴りに行こうか。いやー。
ひゃーひゃーや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 ー、老いが湧いたね。こうやってこうやる、ふい、あ、あ、あ、ちょっと溢れた。で、あ、これぐらい、よし。で、これやろ。よいしょ。はい、じゃあ麺混ぜます。いやー、ちょっと汁多かったかな。じゃあこのままラーメンにすればいい。はい、というわけで蒙古タンメン中本様できました。まあラーメン風調ですが、いただきます。本出し入れました。まあちょっと味見はしました。僕が間違えちゃったせいで混ぜそばじゃない。でも味は美味しいな。汁いただきます。うまい。ほんま汁さえなければ、僕が後から混ぜてさえればめっちゃうまかったと思う。ただ辛さに耐えきれんかったかもしれん。辛い。ちょっと野菜残ってますけど。じゃあ最後、酒ないやん。なかったら寝るしかない。まあじゃあとりあえず今日は限界なんで、もう寝て、で三脚からも外して、よしに備えて、よし、クーラーも消しました。で電気も消してますよ。はい、こんな感じ。これ非常灯でまあつけてるっす。こんにちは、はじめまして。どうぞおやすみなさい。はい、おはようございます。起きたふりでございます。久しぶりにゆっくりできた気がします。楽しかったです。ありがとうございます。はい、というわけで皆さん本日ご視聴ありがとうございました。声が鼻声ですね。酒にやられてるわ。というわけで、これからも居酒屋濱家をよろしくお願いします。まあ3ヶ月限定なんですけれども、予約や、細かいことは概要欄の方に書いておきますので、皆さんよろしくお願いします。またお会いしましょう。新大久保さん、バイバイ。いろいろ語ったな昨日は。